どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。全部合わせてこんにちは、こんにちは、こんにちはでございます。もうね、湿気が多いと髪が変な感じになりますな。まあいいや。でですね、今回なんですけど、プレジデントオンラインの、ところの記事についてお話をしていきたいと思います。題名は、これ前過去動画でもお話しした医療崩壊するよっていうところですね。題名、風邪ぐらいで医者にかかるなんてとんでもない。アメリカと日本で医療に対する意識が全く違うわけっていうところなんですね。まあ話なんですよ。で、記事ですね。で、まあ、この動画ですね、ラジオ感覚で聞き流していただいて、時には、まあ、私の顔も見ながらですね、動画を見ていただくということもできるんですけども、お風呂入りながらとか、シャワー浴びながらとか、洗い物しながらとかですね、あと車でね、Bluetooth でつなげていただいたりとかですね、まあ、通勤の途中に聞いていただいたりとかして、まあ、ちょっと聞き流したりとかして、ちょっと楽しんでいただければと思います。そしてですね、楽しんでいただいたら、高評価ポチッと押していただくのと、あとコメントですね、どんなコメントでもいいので、コメントいただければというところと、あとです、他の動画と区別がつくようにっていうこと、あと、何よりですね、あの動画どこ行ったかなって忘れないようにするためにもですね、ぜひともチャンネル登録をしていただけると、モチベーションも上がってですね、毎日毎日更新、頑張っていければと思いますので、ぜひ引き続きよろしくお願いいたします。じゃあ行きますよ。書いた人が医師ですね、奥信也さんという方なんですかね、医師の方なんですよ。で、副題で、まあ、内容ですね、アメリカと日本では医者にかかることのハードルが全く違うと。医師医学博士の奥信也さんは、アメリカは医療費が猛烈に高く、風邪でも数万円と病院の手術では数百万円にもなりますと。まあ、これは要は自己負担の金額の話です。で、日本は国民皆保険制度のおかげで気軽に受診できるが、この制度を続けられるとは限らないという。まあそうでしょうね。いや、これ無理じゃねえかなと思う。これは前の動画でも話しましたけど、まあ正直きついのかなっていうのがあって、税金投入してるんですけど、同時に、皆保険って言って保険料も取ってるんですね。でもそれでもまあ、で、さらに自己負担額も取ってるんですけど、まあ、とにかく医療費かかれまくと。で、寿命も伸びてるっていうのがあるので、なかなか、しかも医療が高度化してるっていうのもね。で、すぐ病院かかるからね。まあちょっとやばいなっていう話です。で、副題。日本人に死をもたらすのは癌と生活習慣病。日本社会全体の、疾病構造が大きく変化してきた今、我々は病気や健康問題に対して主体的に向き合う必要がありますと。で、戦後から1980年頃までは日本人の死因原因の1位は脳血管疾患でした。あ、これ記事ね、概要欄のところのリンク貼っておきますので、見てください。で、ちなみに戦前までは感染症だったんですよ。うん、まあ、感染症っていうのは、要は衛生関係のところとか、要は感染症予防の知識がなかったっていうのもあったりとかして、衛生状態が良くなかったと。で、その隔離政策がうまくいって感染症っていうのはやっぱ防がれるって言って、なんといってもやっぱ今はコロナですよね。なんでソーシャルディスタンスっていうところとか、手洗いうがいって、まあ要は衛生ですよ。衛生と隔離。これで大体の病気は防げると言われてるんですよね。で、最後の一つが抗生物質っていう。なので、結核とかも、抗生物質っていうよりは、どちらかというとその結核がどう広まるかとか分かったりとかして、で、衛生環境をどん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 良くしてたから、減ってったっていうふうに言ってましたね。で、脳卒中で病院に運ばれる患者さんを救うためには、脳卒中の救急医療体制とか CT や MRA の画像診断が必要ですと。で、まあ医者がね、その鍵を握っていたと。で、やがて、高圧剤の開発とか高血圧対策が功を奏して、脳卒中で亡くなる人は減少します。もうすごいよね。高血圧の薬もうほとんど飲んでんもんな。高齢者のほとんど飲んでるでしょ。あれ。もう製薬会社は大儲けだよね。だって一回飲んだらもうずっと飲み続けるからな。血圧のさ、その高血圧の、いくつ以上が高血圧になるっていう、その指標さ、下げてるらしいですもんね。前に比べて。だから今まで高血圧じゃなかった人も、高血圧になっちゃってるんですって。指標下げちゃってるから。のじょそらでね。あれはもうね、すごいよな。高圧剤飲めば収まんだ。まあ、収まんだけど、すごいプロパガンダだね。CM 効果じゃないかな。まあ、上手だな。製薬会社は。で、まあ、その結果、
がんですね、がんと生活習慣病が原因と考えられる心筋梗塞などの心疾患が増加しましたと。で、まあ、がんはさまざまな要因で発症すると考えられているので、まあ生活習慣病ということができるという見解もあると。で、生活で副題ですね、また生活習慣病を治せるかどうかは患者次第です。まあそうでしょうね。病気になる患者さんがその治療のプログラムを指導を行っても薬を出しても患者さん自身が途中でやめたら良くなっていきませんと。もうじゃあちゃんと自分でやらないとダメだもんね。だって、いたのよ、高齢者施設で私エリアチャーやった時もさ、インスリン打つんですよね、糖尿病でさ。糖尿病でね、インスリン打って、で糖尿病だからさ、甘いもんとかほら多少下げ我慢しなきゃいけないじゃないですか。でもね、まるまる太ってんの、食べちゃうんだよ。だから言ったもん、すげえこと言ったよ、インスリン打って食べちゃダメですよって、そんな甘いものとかって言ったら、だってこの薬って甘いものとかが食べられるようになるための薬でしょって言ったんだぜ。ひどいよな。でさ、高齢者とかの人たちもさ、そのタバコパパパパして、いいんだ俺はもう少ししたらどうせ死ぬんだからつって、いいんだいいんだ楽しみはこれしかないからってタバコ吸うんだよ。で結果肺がんになって、で抗がん剤とかってすっごい高いじゃん。でまあ使って、まあ要は、まあ、残り抗がん剤使ったって死ぬじゃん。だから伸ばしてるだけなんですよ、延命してるだけで。ただそれで死ぬ、それどうなんだろうね、そういうので。なんで途中で生活習慣とか薬をやめてしまう患者さんが多いのかというと、検査で生活習慣病だと分かっても自覚症状がその時点であまりないから。なんでやめちゃう、本気で取り組まないと。でもし自覚症状が感じ始めた時はもう病気がかなり進行している状況で、もう元に戻すような治療法はまだないというところなんですけども、やらないってなりましたね。はい、でだから自分の健康は自分で守るという意識を持って行動しなければいけないと。でじゃあ日本でなんで予防が普及しないかっていう理由、予防医学が進んでいるのはもうアメリカです。これアメリカで、それにはいくつか理由があって、一番大きいのは医療費が猛烈に高いということです。風邪でクリニックにかかるだけで数万円かかりますし、病院で手術するようなことになったら100万円単位の、金額になるんです。薬代もとっても高いです。まあそうだよね、もともと高いんだから薬って。で医者の給料高いじゃんやっぱりさ、でそうすると下手すると高額な医療費で破産してしまう社会なので、この困ることになる度合いが強いから予防に熱心にならざるを得ないわけです。アメリカの医療保険においてはディジーズマネジメントといって、民間の保険会社主導で疾病予防のための働きかけを積極的にやっています。一方日本は我が国日本、ジャパンはね、優れた国民保険制度を有しているので、万人がそれほど高くない負担額で、一定の医療サービスを受けられます。そのこと自体は素晴らしいです。素晴らしい。ただこの制度が日本で予防医療が普及しない一因になっている側面もあります。例えば糖尿病になってしまっても自分が負担する医療費は3割です。7割はね、もう要は保険でね、いるから。で収入に応じた上限額もあるんですよ。これ高額医療制度でね、月間で年間で10万円超えると返ってくるんだよね。日本はちゃんと国が面倒見てくれるから大丈夫でしょ、保険があってよかったなという意識がみんなどこかにあるのです。予防は大事、重症化するのを今からきちんと予防しようと言ってもアメリカのように危機感を持っていない。これ持ってないよ、特に生活保護あれ無料だから。医療保険も払ってないからの、税金も払ってないからの、なんだな。健康への意識が低い人ほどリスクが高い。もう一つ、日本で予防に対してインセンティブが働かないのは、予防はまだ病気ではないという位置づけで、そのほとんどが医療保険の対象にならない。つまり予防に関しては全額自己負担なんですよ。だから病気がかかる前に防ぐべしって言われても保険対象にならないから積極的にやろうという気になる。まあそりゃそうだからよな、予防するのにはお金がかかって、病気になるとお金が安くなるという変な状態なんですよ。そもそも健康への意識が高い人は生活習慣病にあまりかかりません。日頃自己制する効かないタイプの人ほどリスクが高い。だこれが現在の日本の状況で、日本人は医療リテラシーが低いというのはこうした現状から見てもよくわかります。本当そうね。酒飲んでタバコ吸ってさ、風呂に入らず床寝だかんな。もうな、そういう人いるよな。俺はタバコ吸わないですけどね。で、医療の役割は治す、あと二つはっていう話です。医療の役割っていうのは治す、まず一つ病気を治療する、で二番支えるってなって、
病気を抱えた状態でも支障なく生活できる、療養できるように支えるかかりつけ医や看護師が中心となる。3番、防ぐ。これっすね。まあ、防げばね、病気にかからなければ、病気かかったと同時に治ってると一緒ですからね。で、病気にかからないように未然に予防する医療者の指導を受けながら、個人が意識的、主体的に行うと。で、今は皆さん治したい治したいという思いで病院に行ったり、クリニック行ったり、その境目が混然一体としてるんだけど、病院は治す治療をするところで、クリニック診療所医院などは患者さんの生活を支える医療をするところと考えると、役割分担がはっきりすると思うのです。で、さらに主体的に病気の治療や健康維持に、関わっていく意識を持って、病気になってから治すのではなくて、病気になるのを未然に防ぐと。病気になる前に予兆を発見する。それ以前にそういう病気にかかるリスクを遠ざけると。まあそうだな。まあ当たり前のこと言ってるな。で、予防にお金をかけることが普通になるといいと。で、防ぐ医療の将来的イメージとして、予防専門の診療科、健康増進科のようなものができるようになると思います。まあ、近い将来になるんじゃないかってことです。これね、ここから入ってるんですよ。これ何かって言ったら、歯医者さんに予防歯科という治療方針があるように、体の予防医療が、予防医科が一つの医療の形として認識されるようになるといいと。うん、まあ、予防に行くためのね、場所が出てくるということです。みたいですよ。うん。で、確かにね、今さ、予防歯科ってその考え方、あれね、なんかね、歯医者さんに対して、歯磨き粉とか、なんかキシリトールガムをね、売るための戦略だったっていうのをなんかで読んだんですよ。何かったら、歯の治療をしてもらった方が、歯医者さんって、儲かるんですよ。儲かるんですよ。でも、歯の、虫歯になっちゃ、ならない世の中にしちゃうと、歯医者さん儲かんないじゃないですか。それから、要は、なんだっけ、医師会かな？あれが反対したらしいですよ。らしいですよ。これ、なんかで読んだんですよ。なんですけど、そこで、歯磨き粉の会社とか、キシリトールガムをね、売る、ロッテさんかな？わかんないけどさ、そこが、まあ、開発した予防歯科というジャンルを、まあ、広めてたんですよ。で、何かあったら、これから歯は削ったらなくなってしまうと。うん。で、入れ歯になってしまう。か、もしくはインプラント。より高いでしょ？だったら、歯は健康的に一生20本の歯みたいな形で、だから自分の歯で食べようとか、いいことをどんどん言うんです。うん。じゃ、そのために、歯医者さんに行こうってしたんですって。うん。だから、要は、癌は早期発見すれば治ると。うん。同じ理屈なんですよ。虫歯になって痛くなってからだったら歯は全部抜かなきゃいけなかったり削り取らなきゃいけなくなるよ。だから早期発見とか虫歯になる前にケアをしよう。だから歯医者さんに行こうっていう予防歯科。そのために予防歯科にするためにいいのはこの歯磨き粉とかこのキシリトールガムとか噛むといいよ。だから歯医者さんお墨付き。歯医者さんが選んだ歯磨き粉。歯医者さんが選んだ歯ブラシ。歯医者さんが推奨するガムっていう風に持ってったんですって、あれ。これがキシリトールガムとかの売るためなの。だから、すごいよね。今まで、虫歯になんないといかなかったのに、虫歯になる前から、歯医者さんに行くようになるんですよ。だから、歯科衛生士さんとかが出てきて、歯ブラシの指導とか、あと、歯石は取ってもらいましょうとか、歯の健康って言って、どんどんやってるんですよ。でもね、虫歯予防ってそもそも歯医者に行くんじゃなくて、硬いもん食えばいいって言うんだけどな、まあな。まあいいや。まあそういう風に、出てきたんですよ。で、それと同じですね。要は予防するための病院と。そしたらそれに健康保険かけたらもっと金かかんのかな？どっちなんだろうね。どっちなんだろう。予防の方がかかん。まあでも、病気になると死ぬまで病院医療、やっと高いからな、確かにな。うん。で、日本の医療財政がここまで逼迫している状況から考えて、予防後は保険適用になる可能性は極めて低いと。ダメじゃないか。だからそこは自由診療です。健康を維持するために自分でお金をかける。フィットネスクラブにお金を払うのと同じように予防するために自分で積極的にお金をかけることになるでしょう。まあ、要は走れってことか、そこら辺。うん。また、集積されたビッグデータはどういう行動や生活習慣がどういう病気までのリスクを考えるといったデータを今よりもっと細かく正確に弾き出してくれるなら、まあ、ちょっとザラザラね。で、予防は健康の長期戦略なんです。まあ、まあね。そうね。2040年。うん。日本の国民皆保険制度は存続してるか。怖いよ、これ。
老後にどれだけの資金がいるか2000万円問題が話題になりました。しかしあの2000万円というのは死ぬまで医療保険を今の状態条件で使用できるという前提です。つまり万一財政破綻によって国民皆保険制度がなくなったとしたら4000万円でも済まなくなるでしょう。怖っ。年金額、受給金額も減ってくのにさらにひどいな。で、社会保険料も上がってんのにさらに、あれか、俺らが老後になるともっと金かかる。きついね。きついな。国民皆保険の会社は1961年ですね、はい。高度経済成長の始まりの頃に制度設計してるので、働く人も増えて日本の GDP が上がってことを前提にした制度になってたと。うん、で、今の日本とまるっきり違った状況が。で、さらに医療費とは別に、2000年からは介護費も入ってきて、これが、これだよ、もう。で、国の社会保障費はどんどん増えています。うん。で、今度ね、ほんと動画でね、こんなね、介護事業所はクソ野郎どもだっていうのね、後で喋りますけど、介護保険もひどいかね、中身ね、あれね。座らせて話とかあっかんの、ってな。今は完全に日本経済の衰退期に突入してるというのに、制度として修正が効いていません。そこも大きな問題です。で、2021年度の社会保障給付費は 129.6 兆円。すごいよね。国の歳出の約3分の1を占め、過去最高だよ。で、もう待ったなしの状況です。社会保障費が財政を圧迫している。もし社会保障制度が打開したら、医療、介護のみならず、年金や福祉の保障もなくなり、国民が安心して生活していくためのセーフティーネットが機能しなくなることを意味しています。もうすごいよな。医療費を払って使われちゃうんだよ。上の人たちがみんな医療費使ってんだよ。予防医療せずに。ね。その結果、俺らが払ってんだよ、今年金。ええ。なのに、年金とか社会福祉の保障もなくなる。え、どうしたらいいの？そしたら、収入も減る、支出も増える。じゃあどうやって生きていくんだって話。もう、きついね。医療は高度な、高い。今のままでは日本の医療制度は破綻する。20年後、果たして国民皆保険制度、日本の医療制度は存続しているでしょうか？今のままのようなことをやっていたので、間違いなく破綻します。20年後って、だってさ、今さ、あれでしょ？生まれた子が20歳になる頃に医療制度破綻してたらさ、残りのその人さ、60年どうやって生きんのよ？なあ？きついね。日本の医療制度は問題だらけです。問題だらけではありますが、社会保障制度がしっかり構築されていて、すべての人が公的医療保険に加入していて、医療費の心配をしなくても、必要な医療サービスが受けられるのは、やはり良い制度だと言うべきだとも思っています。そっか。ちなみに生活保護受給者たちが使っている医療保険とかのさ、確か、いや、医療費って2兆円とかなんか使ってんじゃなかったっけ？すげえな。まあ、いや、それ言うとまたな。また異論度あるからね。この制度を今後も長く存続させていくためには国民一人一人が医療に対する意識改革をして模索していくのではないでしょうか。で、自己負担が5割、7割と上がっていく可能性があると。例えば自己負担の割合は今後上がっていくでしょう。今は年齢による区別以外、自己負担額は一律ですが、今後は疾病によって保険適用比率が変わってくるといったこともあるかもしれません。命に関わるような病気には手厚くするけれど、軽度な病気の場合は自己負担を5割にするとか7割にするとかいったことが起きる可能性もあります。まあ、確かに、でも、これはね、しょうがないんじゃないかなと思いますよ。軽度なものに、例えば風邪とかね、あれにさ、あれは別に7割とかでいいんじゃない？だって、成人男性とかがさ、風邪ひいたぐらいじゃ別に平気だもんな。風邪薬でも飲んどけみたいな。あれで抗生物質処方してさ、医療費かかったらたまったもんじゃねえんじゃねえって思うよね。だから生活保護受給者とかもね、そういうこと行くなよってことなんだよ。うん、行くなって。で、暇になったらなお走れ、うん、走れ、ね、で、確かにもうその個人のね、お金がね、破綻してしまうような医療費に関してはやっぱ保険はね、あってもいいと思いますよ。それは。だって、死んじゃうしね。で、死んじゃったら働けなくなっちゃうじゃん。だったら治して働けばさ、より入るわけだから。うん。っていうのもありますよね。たださ、重度の病気ってさ、年取ってからなるじゃん。ね。そうするとさ、高齢者たちがまた医療費もガンガン使いますよっていうことだし、俺たちも高齢者になった時に使いたいじゃないですか。やっぱり治る。ね。うん。っていうのもあって、なかなかちょっとそこら辺は難しいんかね。
だから結局支払いをしない人が病気になってより金を使っちゃうっていうこの構造なんですよね。でさらに保険適用外の医療行為が増えていくということも考えられますと。保険医療でできることとそうでないことがはっきり分かれる、歯科はすでにそうなってます。まあ、そうですね。歯医者さんに行くと聞かれますよね。保険適用外のことまでやりますかとか。だから歯で銀歯にしますか、それともセラミックのさ、全然色がね、歯と変わらないやつにしますかとかって、ここ変わるじゃないですか。あんな感じですよね。うん。ただ、歯列矯正はどうなんだろう、保険適用にしてもいいんじゃないかとちょっと思いますけどね。で、レジ袋が店頭で無料配布されなくなった時、様々な批判が渦巻きました。いろいろ批判は今もってありますが、レジ袋はもらえるのが当たり前という意識は明らかに変わり、それぞれがエコバッグを用意して買い物に出かけるようになりました。俺、レジ袋普通にもらうよ。今でも。だって、エコバッグ、ね、めんどくせえし。うん。で、俺普通にレジ袋くださいって言うのね。2円ぐらい払っちゃう。だから、あれはまあ、だから、まあ、いや、レジ袋をやめたことが果たして本当にゴミの削減に効果があるか、環境問題に効果があるかどうかはともかくとして。あ、おらねえと思うな。人々の意識が変わったことは事実です。変わったかな？あ、変わったってのは、環境問題に意識がどうかっていうよりは、レジ袋が有料になったんだよっていう意識は変わったよね。うん。人々の意識を変えていくには時に過断な施策を打ち出すことも必要だと思います。医療も今そういった強い施策によってパラダイムシフトしていくことは必要なのではないでしょうかっていうこと、まあ、改めて書いた人が奥信也さん、1962年大阪府生まれの医師医学博士っていうねところなんですけども、まあ本当にね、医療崩壊するよ。医療崩壊っていうか、医療保険とか社会保障のそのやりすぎで結局破綻してくるかなって感じです、国は。うん、だってさ、サラリーマンで働いてもさ、手取りすーげー減ってんもんね。うん。手取りすごい減ってるじゃないですか、社会保険料で。税金じゃないよ、社会保険料で取られるんだぜ、あれ。まずは。で、自分たちが働いた会社の法人税が取られてるでしょ。で、所得税が取られてるでしょ。で、年金で取られてるでしょ。で、社会保険取られちゃう。もう取られまくりじゃん。で、住民税取られちゃう。で、さらに、そこの手取りに対して消費税ズドンだからね。もうこれはもう手取りが少ないのに消費税かかってきてさ、でそれで今度病院にかかったら今度は医療自己負担がささらに4割5割って上がってた。いやきついよな。これまで保険払ってきてさ、その高齢者たちのさ医療たちを支えてきてるのにさ、もうさらに取らされるのかっていうね。うん。なのでね、本当予防はしたら、だからまあでも結果的には自分が予防医療して、お金がかかんないような体になれば結果的には稼がなくていいんだから、まあ健康っていうのは資産だよねって話ですよね。うん。だからすごい何億もの資産取ったとしても、もう毎日毎日薬飲んで病気に行ってさ、やんなきゃいけないとかね、でがん治療しなきゃいけないみたいになってたら、あっという間にお金なくなっていっちゃう時代ってことですよ今度は。うん。ただ何億も稼いでる人は民間の医療保険入って、結果的にはまたあれかな、自分の病気になったとしても保険から出すっていうこともできるのかもしれないけど、だから民間の医療保険がどんどん出てくるかもしれないですね。その、いわゆる高所得者の人にとっては。だから医療の格差が出てくるんです。だからアメリカがそうじゃないですか。やっぱり高所得層とかは、それの民間の医療保険入ってるので、病気にかかったとしても、だから月々の保険料めっちゃ高いんですよ。めちゃくちゃ高いんですけど、病気になった時にちゃんとその補助が受けられると、でいい医療も受けられると、自己負担が安くなるから。だけど貧乏人は保険も入れないし、医療費も満額自分で払うのできついと、っていう世界ですね。日本がまあそうなっていくっていうところなんですけどね。だからまあ本当にね、お酒とタバコはまあちょっと控えてるから、タバコやめた方がいいよな、本当に。で、お酒も控えて、あと運動って言いますよね。運動ですね。うん。やっぱりシンガポールの方とかアメリカの方とかってやっぱ走ってますし、今、ただ、日本も結構走ってる人多くて、ジム通いをやってる人も多くて、健康ブームですよね。だから何か食べて健康になるっていうよりは、体動かして、で、まあなんとか、あとさ、精神病になると医療費すげえかかっかんね、あとね。これも。うん、だから、どうしても、うつとかなっちゃいそうな、仕事とか生活習慣が出たら、いっそのことやめちゃった方がいいってことですね。むしろそれで、
体壊して結果的に収入も減るし、医療保険がさどうこうっていう話あったじゃないですか。あれが自己負担になってきたらやっぱり高くなるわけですから、まあ本当にね、健康こそが財産で、社会保障費のね圧迫をしないためにもさ、マジでみんな本当にさ、すぐに病院にかかるのやめよう。で、介護受けるのもやめよう。受けるのやめじゃなくて、受けなくても済む体をつくってことだし。あと、生活保護受給者、お前ら、あなたたち簡単に病院とか行くんじゃなくて、まずは、日中暇なんだから、運動しなさい。うん。ね。で、ご飯作りなさい、ちゃんと。怠けずに。あと、酒飲むな。タバコ吸うな。っていう話でございますね。ほんときついよ。ほんとにそんなの、社会保険、そういうので圧迫されたら困っちゃう。うん。高齢者の人たちもね、風邪とかで行かない。んで、ね、高圧剤使う前に、ね、体動かして、血圧をね、下げるような生活してくださいったらし、俺もそうしよう。うん。はい。まあ、そんなね、医療崩壊をしないための、今後の未来のためのお話になります。ぜひですね、コメント、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。